では今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は法律相談、まずは法テラスへと題してお送りします。法テラスという言葉は聞いたことがあるけど、どういった活動を行っているのか知らないという方も多いのではないでしょうか。はい、そこで今日は法テラスの活動や提供するサービスなど分かりやすくご紹介したいと思います。今日も知ってためになる情報満載ですね。そうですね。それでは参りましょう。法律相談、まずは法テラスへ。僕は押宮大学の2年生。1年前からとんでも商事でアルバイトをしている。広末君、ちょっといい？あ、店長。この間の発注の件やしたけど。あ、はい。ビーチサンダル10足ちゃんと注文しておきましたよ。俺本当にそう言ったか？え、俺それをやめてスニーカー10足って言ったはずやっちゃけど。え、ちょっと待ってください。ちゃんと言われた通りに。じゃあ俺が嘘ついちゃったっちわけ？あ、いや、そんなわけでは。すいません、謝ってもらってもね。これ返品できんとよね。困ったな。一人のミスのせいでもう大迷惑やわ。僕が弁償します。あ、そう？悪いね。今月分のバイト代なくなるけど、ま、しょうがないよね。いえ。それと明日棚卸しやっちゃけど、今日中に倉庫の在庫管理お願いね。え、僕一人でですか？児玉さんと松尾さんがコロナにかかってよ。いや、悪いけど頼むわ。これも。はいはいはい。あ、鬼塚社長、どうもどうも。今日はよろしくお願いします。いいうなぎが入ったみたいなんで、どうぞよろしくお願い。最近大学休みがちやけど大丈夫？バイトのシフトがどんどん入れられてて。え、それって残業代も出ないって言ってたやつ？あ、そろそろいかんと。ごめんね、じゃあね。それっておかしくない？それっておかしいのかな。弁護士の岡田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。アルバイト先に法律的に問題はないんでしょうか？ありますね。労働時間は労働契約によって定められています。契約の範囲を超えて勤務命令はできません。労働時間は1日8時間以内、1週間40時間に定められています。これを超える場合、割増賃金の支払いが必要となります。間違って発注した分は自分が支払わないといけないんでしょうか？いいえ、具体的な事案にもよりますが、慣れない仕事を一人に任せっきりにしていた場合、広末さんが賠償責任を負う必要はないと思われます。また個人の能力以上の仕事を要求するのもパワーハラスメントとして損害賠償の対象になり得ます。このような場合、私たちはどうすればよろしいんでしょうか？何よりおかしくないかという感覚を大事にしてください。それは法律という形で守るべきルールになっているかもしれません。法的トラブルを解決するためにも、まずはメールや電話で法テラスまでお気軽にご連絡ください。県庁本館前にある県防災庁舎、その東側にあるのが宮崎県企業局です。県企業局3階にあるのが法テラス宮崎。こちらは借金、離婚、相続、犯罪被害など法的トラブルを解決するため、政府全額出資のもと設立された法人です。こちらではどんな業務を行っているんですか？法テラスは法的トラブルを解決するための情報やサービスを全国どこでも誰でも受けることができる政府全額出資の法人でございます。相談の手順を教えてください。まずはお電話をいただきます。法テラスの利用方法やトラブル解決に役立つ情報を丁寧にご案内いたします。経済的に余裕のない方には無料で3回まで利用できる法律相談や、弁護士費用や司法書士費用などを立て替える制度がございます。制度の利用には一定の条件がありますが、法的なトラブルで困った場合はまずはお電話ください。僕は大学1年生の刑事、アクションスターを目指し毎日努力を重ねている。はい、差し入れ。あ、先輩ありがとうございます。
ちょうど喉が渇いたところだったんですよ。さすが先輩、そういうところがモテる秘訣なんですね。まあね、でも相変わらず頑張っちゃうね。今度オシミアライダーのオーディションがあるんで、最後の追い込みです。大変やね。あ、そうそう、刑事のライバルの竹文よ、バイト代全部つぎ込んでエステに帰っちゃうらしいよ。エステ見違えるほどイケメンになっちゃった。やっぱこれからは男性もエステの時代やね。はあ、エステか。これで契約は終了です。お客様のような美意識の高い方が当サロンの美顔フェイシャルエステプラチナコースをお受けいただくのにぴったりです。20回のコースで絶対効果があるんですよね。お任せください。最後まで受けていただくと効果を実感できますから、一緒に頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。自分への先行投資のつもりで料金100万円を支払った。そんな大金到底自分一人で用意することなんてできなかった。うん、ごめん、本当にすぐ返すからもうちょっと待ってて。本当にごめん。うん、伊藤刑事。あ、先輩、この前貸した金いい加減返してくれんか。すいません、明日まで待ってください。お前最近いろんな友達から金借りちょって噂になっちゃうぞ。すでに5回通ったけど全く効果が現れない。友人との関係も冷め切ってしまった。すいません、もうエステあまり効果がないのでやめたいんですけど。効果がないとおっしゃいますが、整形ではありませんので、お客様のお顔そのものが変わることはありません。まだ15回分あるので、そのお金を返してください。すでに契約済みですので解約は致しかねますし、返金もできません。でもそのお金がないと僕なんとか返してもらえませんか。さて岡田さん、どんな解決策がありますか。結論として、契約を途中で解約することはできます。もし18歳未満の場合、親の同意のない契約は取り消すことができます。これを未成年契約と言います。もし19歳だった場合はどうでしょう。クーリングオフを利用できます。しかしこれには重要な条件があります。一つ目は必ず書面にて行わなければならないこと。2つ目は契約内容が書かれた書面を受け取った日から8日以内までにしなければなりません。なかなか厳しい条件ですね。他の手段はないんでしょうか。エステなど特定継続的役務提供はその目的が実現できるかどうかが確実ではありません。こういう場合使えるのが中途解約の規定です。消費者はいつでも特定継続的役務提供契約を中途解約できます。ところで業者は中途解約はできないと伝えてきましたが、これは罪に問われないんでしょうか。解約ができないというのは明らかに誤った説明です。悪質な場合には業務改善指示、業務停止命令などの行政処分の対象になり得ます。契約をする前にはよく考え、トラブルになり得ないかしっかり確認しましょう。法律的なことで悩んでいる方、さまざまな事情で法律専門家などの支援が受けられない方は、ぜひ法テラスへご相談ください。法律相談というと費用の面や相談内容でためらってしまうこともありそうですが、法テラスは本当に気軽に相談ができるんですね。そうですよね。法律的なことっていうのは難しいですから、専門家の力をぜひ借りていただきたいと思いますね。はい、VTR にもありました職場トラブルや契約トラブル、その他借金や犯罪被害など何か困ったことがありましたら、お気軽に法テラスにご相談ください。以上、クローズアップ宮崎でした。